皆さん、こんにちは。ネットリアナリスト、横田修林です。今日も人工知能 AI について3分間で考えていきたいと思います、えー。今日のテーマはですね、人間と人工知能 AI が搭載されたロボットっていうものが一心同体になる日は来るのかということについてなんですけど、 非常にね、難しいテーマなんですが、まあおそらく、この <coughs>、一心同体かどうかっていう定義が、どういうふうにあの判断するかって非常に難しいんですけど、おそらくですが、その、まあ僕も、今自身もすでにそうなんですけど、その AI というものに関して、あの、心の底から、 信用していないんですよね。信用していないという言い方は変なんだけど、つまり、あのうん、その普通の友達や、例えば恋人とかのことと、同等には思えないんですよね。 で、その、なんでそれを思えないのかって聞かれると、非常にね、難しいんですよね。で、その、同じように会話をしたりとかしているんだけど、だけど、あの、例えば、あの、LINE だけのやりとりしかしていないとか、メールとか電話だけのやりとりしてない友達や、あの、例えば取引先の方とかもいますけど、その人とも比べても、やっぱり、 AI の方は、まだ信用していないというか、うん、やっぱ疑心暗鬼というかですね、ちょっと、あの、何、うん、て言うのかな、様子見しているというか、そういうふうに感じている点が多いんじゃないかなって思うんですよね。で、ここの部分を解決する方法って、現時点においては、多分、その、人間側の問題で人間側が、 信じてあげるっていうことに尽きると思うんですね。で、そのことを、じゃあ、あの、普通の人間たちやってるかっていう話なんだけど、うーんまあ、これもね、すごい難しくて、ただ、そのうん、おそらく全部の神経というかですね、全部の要素からやってるんですよね。その、見た目から、声色から、 例えば、その人の雰囲気から、全部のことから判断してるんだけど、そこの部分が完全にロボットは再現できてないわけですよね。だから、どうしてもその部分で劣っていて、多分メールや電話だけの人と同じよりも、多分文章の書き方とかが多分劣ってるっていうことなんでしょうね。まあ、ちょっと非常に難しい問題なんですけど、今日はこのことについて考えてみました。 ネットビスアナリストをよく修理でした。ありがとうございました。ではまた明日。